しゃーでかい結構ね、がっつり食ってくれたおかげでバレずに釣ることができました。長いやばいっしょ、この腹の太い感じ。何食ってんだろうね、これ。ほんとこの腹でも、やべえ、これはバレっかもしんない。また時間かかるんで、ゆっくり寄せます。多分ね、結構下でかけちゃったんでね。こっちで取る？いや、そっち持ってくわ、最終的に。あ、こんなちっちゃいのかな。でもエラー洗いしてたからな。でかっちゃった。でかい。わかんないんだよ。そこの。左で食ってたそれ。大きさ。いい感じ。もうちょい見えないか。もうちょい上だ。はい、はー、おー、でっけー。ぶってーぶってー丸ジョイクルが丸飲みになってます。ジョイクルの丸飲みじゃん。やべー、なるほど。何これ、ジョイ濃いじゃねえの、濃い。ジョイクロが丸飲まれてます。みんな投げてジョイクロが丸飲みになってます。ほら、はい、またまたゴンブトの70匹来ましたよ。この太さねえ、いやー、ちょっともうブラックバスみたいな太鼓だけど、ねえ、今日はもう70アップ入れがかりとは言えないけど、まあ、とにかくいっぱい釣れてます。これは何か出るんじゃないですか。引き続き頑張ってます。ルアーはね、こんな感じでベイトタックルで来てますよ。はい、ね、河村幸太郎さんのジョイクロキャッピング折りからに、これね、いいんじゃないですか、この太さ。でかいよ。じゃあ逃がして頑張りたいと思います。